なんかすごい声したけど、自分の声今の。かかえ、俺ももうもしかしてゾンビ化始まった。まあ再生能力半端ないですからね。力を使いすぎた、もしかして。もう道を覚えたよ、本当に。最初の食材返せ、マジでよ。なんかいる？なんか幸せそうな家で、なんか申し訳ない感じが。いやでもここお宝マークがついてた気がするんだけど、違ったかな。ついてました。あ、ロックされてますね、タンス。タンス右角、そこの左の奥。あ、あれ、はい、はいはいはい。あ、このま数字じゃないですか、テーブルの763934。763934。違う。違うかい。違います。違います。もう一回見せてもらっていいですか、テーブルのやつ。あれ、これじゃない、もしかして。あ、こっち？ギャー。ナンバーはあの子の5歳の誕生日。どの子？なんかヒントがある。ハッピーバースデーって壁に。あ、あったな。270917。おお、高値で売れる。ライフルか。あれ？どれにつけるんだ。おお。あれ、まだある。な。それ宝石？いや、でも…あー、やっぱ宝石だった。クォーツ…あ、これ…クォーツ…指輪？じゃないんかな、違うかな、違うな、単品だ。高い…高い、でも…まだある、まだある。儲かってんな、アーティストは。どこだ。どこだ。金目のものはどこだ。その左側、そこ開けたんですか、流し台の下。いや、流し台の下。あ、開けてないや。おお。ショットガンじゃない、これ。やっぱり。
オッケー。で、戻る。ここまで来た甲斐があったよ、これは。ねえ、結構いろいろ取りましたね。なんかでも、ツイッターとかでも言ったけど、俺が知っとるバイオとは世界観まるで違うけど、これはこれでええと思う。あれ？ちょっと待って。あ、そっか。なんか全然ね、なんか過去作とは違う感じの世界観がな。だけど、謎解きとか探索みたいな感じのイメージです。あ、よし。無駄遣いはできんからな。まだ声が？いや、多分この終わった。あ、ぐちゃぐちゃいってる。はい。ここ開いたんだ。欠けたプレート。あ、さっきのところのお墓のところにこれだ。はい。ってなると、この墓地系のかけたやつ1個でんかな。多分名前の最初がなかったなかっただから。けやなんちゃら、え、なんちゃらってこう名字書かれてました。くっそ、なかなか先に進ましてくれないぜ。ちょっととりあえず置まあ、ごいゆって。くり見ていておう、くよだし。さい。おう、お、言うて1万円。と、これ。なもんか。これほどの品を一体どちらで。それは言えんよ。お互い知らん方素晴がええらやろ。しい、良い取引でした。ここの箸がちょっと今さっき不安を感じたけど、 確かに崩れこ落れもち落るんちじるっゃてない。ことやんな。ああ、3000。む？これネックレスにつけれるのでは。はい。いやー、サバイバルゲームですね、これは。さっきあの大群は何だったんだろうな。まあ、墓地だったからってことなんかな。ここまっすぐ行ったのか。なんかいる。ヤギ？肉です、肉。あ、意外ともろかった。こ肉。れ一発じゃいかないかなと思ったんやけど。お前、子供は産んでねえのか、この辺に。来るんだった。
え、ダメージ復活してないよな今ので。うわ、鬱陶しい。爆弾が地雷階段のところに置いて。あ、そうだね。そういうのをちょっと待って、今パイプタクだ。自分の爆弾を。ちょっと待って。今の距離がまずかったから。多分近かったですか。回復がなかった。びっくりしました。やべ、回復が2つしかねえ。そんなバカな。ちょっと待てよ。今だったら地雷が置ける。はい。はい、びっくりしたな。びっくりしました。聞いてなかったもんな、そんな。はい。あれ？ちょっと。キャッ！刺激じゃダメ。帰れ帰れ。よかったですね。これ追いかけてこないとダメで。結構ダメージ。だ？かな。かな。どうなったの？もったいない。黒出る。やばい、もうないぞ。はい。ん？これパイプシュークです。あ、行かないで。バババ。まずい、めっちゃ追いかけてくる。やばい、弾が。炸裂弾とかってどれで撃つんですか？炸裂弾持ってたよね、そういえば。はい。マグナムもあるし、うん、あれ？これか。あ、でもどうだろう。グレネードランチャー。ああ、グレネードランチャーがないとダメなのか、これは。まだこっちにこっちのショットガンに弾は入ってる。まだ9発ショットガンやけど、これ結構ダメージ与えてる。ああ、よし、ああやった。なんかさっきのボスより強いんですけど。そうやんな。あれ？お？あ、これは高値で売れるはず。もうお前。3、4、5、多いな。どんだけこのお宝は期待が持てるんでしょう。いや、ちょっと待って。弾が、あ、案外。
だから買い物しないと今稼いだやつで。よし、これ全部倒せた。でも回復も使っちゃおう。もうこれ期待してええやろ。ねえ、あれこっちにもなんかなかった。あ、右側にハーブが。ここ開けてもう一回出てきたらどうしよう。なんかこれか、うん、お、拾う。あ、これ金か。なんかちょっと思ってたのと違うけど。そうですね、まあ、うん、あの巨人のなんか人のやつ結構高値で売れるといいですね。まあまあまあ、ここ来る途中でね、変なあのバッファロー的なやつも倒したしね。ああ、確かに。いや、強かったですね。こうなると地雷の設計図とかも買っとこうかな一応。うん、さっきのボスより強かったな。ねえ、強かった。強いては、魔女の娘たちより、魔女っつうかの、はいはいはい、あの虫の娘たちより強かったと思う。確かに。よし、やった、安全なところに。はあ、稼いできたぜ。いくら、いくらなの。まあこれはこんなもんで。あ、お、3万だ。でこんなもんか、これか。あと3万、まあ、1万8000か、これが。まあ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 、素晴らしい品をお持ちですね。まあな、銃のカスタムも受けたまわりますよ。もちろん良心的な価格でね。スタミナ、それか、それだけか。うん、よし。ガード陣に受けるダメージが減少すると。うん、はい、ガードあんましてねえよな、さっきから。してない気もします。分かりましたよ。まあまあ、失礼。例えばガードっていうのがあったのを忘れてたよ。そもそも。はい。召し上がれ。さあ、ご一緒に。うん、こんな時にスタミナ盛りとかって。もう一度味わいたいものですな。いい料理センスしてるよ。玉買いたいけど。これが、炸裂弾、まだ持ってないもんな。閃光弾、パイプ手榴弾、いい、よかったな。地雷とか、設計図だから買っとくか。これとこれは。まあ一応この辺も買っておく。ちょっと回復。2個、ああ、1個しかないのか。これが在庫15。ちょっとショットガン。全部買っときたいんやけどな。くれ、ああでも、うん、うん、これがあなたの力となりますよ。人が買い物しようときにあくびすな。鬱陶しいな。お気になさらず。素敵な旅になります。あざ、よし、いろいろ作れるようになったな。うん、で、ショットガンの弾を多めに作って、使用、はい、よし。ちょっと全部リロードだけして。そうですね、でなるべくこれで
ついにです、ついに。やっと来ましたね。ご会長です。お、風車ある。こっからが、あ、これでこっち行けるんだ。あ、ぐるっと回れるのかな、もしかして。うんうん。だよね。うん、まあまあまあ。最後までご視聴ありがとうございました。今回の動画どうでした？楽しんでもらえましたか？私は楽しかったです。チャンネル登録まだの方はポチッとワンクリックお願いします。コメント高評価などあれば嬉しいです。あとジャンル問わず面白いゲームあれば教えてください。それではまた次回の動画で会おうね。バイバーイ。